The origin of the lanterns. Okay, well, it's not done. あと少しで回答祭ね。今年は旅館に飾り付けをしようかしら。知らない？その年の最初の満月の夜がリーユへの回答祭よ。それは英雄を祀るための祭典。夜になると人々は小灯と名称の灯を夜空に放つの。明かりには薪が尽きても火は伝わるように、美徳は永遠に消えないという意味が込められているわ。私たちは夜の海に輝く明かりが英雄の魂を故郷に導くと信じているの。おー、すごく盛大な祭りなんだな。それなら美味しいものもたくさんあるよな。オイラの言いたいこともちろんわかるだろう。あなたたちも回答祭に参加するの？回答祭当日まではしばらくお祭りは続くわよ。この期間中に人々は祈祷を捧げたり厄払いをしたりするの。リーユへの言葉で言うと、古きを送り新しきを迎えるね。もし参加したいのなら今からでも間に合うわよ。それともし行くのなら、その試しに将様も誘ってあげてくれないかしら。将様と私たちはそこまで親しい間柄じゃないから、ちょっと声をかけにくいの。あなたたちは仲がいいみたいだし、せっかくなら。うん、今声をかけに行くのはあまり良くないような。そうなの？ならいいわ。ちょっと行ってみただけなの。ほら、早くリーウェ港に行ってきなさい。遅くなると人がみんな集まってくるわ。そうなると遊ぶのも大変よ。Okay. 早く行きなさい。回答祭を楽しんでおいで。Okay, so, the origin of the lanterns. Okay, you know what? Just for this event, I'm gonna pull out, Sora, because it'll give that immersion. やるべきことは。まだまだたくさんある。And I forgot to deploy the party, I swear to God. I feel like the only dumbass that does this every time. そこの兄ちゃん。その隣に浮かんでいるチビはいくらで売っているのかな？ How much for the floating thing? Trust me, you can't afford it. なんかおかしいぞ。でも正直に言うとちょっと気になるな。一体いくらだ？まあいくら積まれても売る気はないということにしておくか。確かに最近は懐に余裕がないからあまり出せないかもな。何せ普通の商人だ。珍しい宝物を売っているわけではない。なんか怪しいぞこいつ。そう言わないで。そうだ、飴食べる？こいつは信頼できるやつだ。Typical Paimon。 そうだ、君たちも怪盗祭目当てでリーウェに来たんだろ。今年の名称の塔はとにかくすごい。巨大な塔を浮かせるために使った浮上の石はここ20年で最も大きいものだ。神話に出てくる雲の中の城が本当に実在していたら、きっと同じぐらい大きな浮上の石がくっついているんだろうな。なんかすごそう。ようこそリーウェイ。リーウェイ校の代表としての言葉ではないが、少なくとも私の店はいつでも君を歓迎するよ。機会があればまた会おう。 OK。 屋台がいっぱいあるぞ。こっちもあっちも。 This place looks so good now。 チャンチャン、What is this? Designer, theater. Oh, it's this? Okay.
Okay. Storyteller. Oh my god, yo, this oh, look at that! I'm gonna need to teleport to top real quick. I wanna see the view from above. Oh my god! Oh my god, this looks beautiful. Oh, we can actually stand on top of these. That's cool. So, Chang Chang. Chang Chang はね、今ぬいぐるみを寄付したよ。昨夜空を飛んでみたいってあの子に言われた夢を見たから。だからそこのお姉さんにあの子を渡したんだ。きっとすぐに夢が叶えられるよね。Big Deer Lantern.Big Deer Lantern. Oh, is it? No way! Chan-chan はいいことしたかな? Kaito Sai はみんなの願いが叶う日でしょ? It's definitely this one. This one right here. I'll put it on screen right now. It's definitely this one. What is a yo? Let me open them, please!Adventurer's Guild. Huh. Interesting. Wait, is this? A map of Qingxi Village. Huh. Interesting. This is just amazing, dude. Okay, I should probably go back to doing the actual story. The thing is, this is actually a story quest.This still counts as a story quest. Yeah. It's not a world quest. So, no voice? Is that a glitch or is it intended? Then that fateful battle happened. Powerful blows, mountains collapsing. Used those blood-drenched antlers as a witch to prop up the mountain.And if that wasn't enough of a sacrifice, and then he kept on fighting until his blood was drained. Thanks to him, Mount Tianheng still stands tall and proud to this day. Whether you believe that story or not, I'm just happy you're willing to listen to me telling it. What was that? Goodbye. Jiang Zhou. My god, man.鎖も引っ張られて伸びてる。鎖がなかったらどこまで飛んでいくんだろうな。あれは名称の塔の材料、浮上の石。この小一はそのために作られたものだよ。誰？名称の塔の建設進捗統計を担当している広州だ。君たちは最近リーウェに来たばかりで、怪盗祭を見るのも初めてかな。そうだけど。どうしてわかったんだ？去年は変わったマスコットを連れた旅人なんていなかったからさ。怪盗祭で人々が飛ばす小さな帝塔が小塔で、リーウェのみんなが共同で建設した巨大な帝塔が名称の塔だよ。小一の屋台はリーウェの各商会が年に一度お金のためではなく名称の塔を建設するために開いたものだ。じゃあ小一には美味しいものもたくさんあるのか？もちろん。私に言わせれば、怪盗祭はリーウェの美食を味わう最高の機会だ。これはリーウェの一年のうちで最も盛大な祭りだ。怪盗祭で自分の技術をみんなに披露すれば評判もかなり上がるだろう。だから金にはならなくとも各商店は全力を出し、怪盗祭で己の技を競い合うのさ。リーウェ人はいろんな面ですごいんだな。まだ何か聞きたいことがあったら、怪盗祭の責任者であるボーガさんを探してみるといい。ボーガさんは基本小一のあたりにいる。彼女に聞けばいろいろと教えてくれるはずだ。そいつはどの店の料理が一番おいしいのかも知ってるのか？当然さ、ボーガさんは怪盗祭の全てに詳しいからね。わかった。早く小一に行ってそのボーガさんを探そう。それで一番おいしい屋台で
really cool. Oh, wait. Bruh. こんにちは。何か用かしら。あなたの格好、リーウェの人じゃないよね。旅人かしら。小一へようこそ。責任者とも言えないわ。怪盗祭はリーウェ全体の祭りなのだから、誰かが責任を取るものでもないもの。私はただ細かい部分を管理して怪盗祭をもっと盛り上げているだけよ。超一で一番美味しい屋台はどこなんだ？一番？それぞれに特徴があるからはっきりした答えは出せないわ。ただ一番人気の屋台なら知っているわね。疑念の屋台よ。あそこに並ぶ人がもう少し増えたら千貫軍に行列の整理をしてもらう予定よ。行くなら急いだ方がいいわ。人が増えて道が埋め尽くされる前にね。そうだ、疑念のところに行くのならついでにこの書類を彼に渡してちょうだい。これは我々総務士が昨年の怪盗祭のデータを元に作成した各商店への経営提案よ。どうせ行くのならついでに手伝ってくれる？戻ってきたらお礼としてちょっとしたプレゼントをあげるわ。Okay, as expected, we need to make it nighttime. This destroys the immersion. 人手が足りないな。もう少し人を連れてくるべきだった。ここはどんな美味しいものがあるんだ？お客さんかい？メニューはこっちだ。メニューにあるものもないものも何でも作れるからね。それじゃあ、小さな屋台だけど何でもあるようだな。当然さ、僕に作れない料理はないからね。さ、早く注文して。また今年も来たか。経営提案なんて、僕は料理の味以外で勝負する気はないのに。まあいい、書類をくれる？後で巻き代わりにでもするよ。さ、食事しに来たのなら注文してくれ。こんなにメニューがあるなんて、これも美味しそうだな。あ、こっちも食べたい。あれ、チコ魚焼き？あ、これ確か道塾が好きだった料理だよな。うん、怪盗祭が英雄を祀るための祭りならこの料理にしよう。これであいつを忍ぶんだ。なかなか見る目があるな。うちの看板メニューをいきなり当てるなんて。少し待っていてくれ、すぐにできるから。はい、注文してたチコ魚焼きだよ。味はどう？おいしい。お前の最高の仲間として当然のことだ。ゆっくり食べてくれ。僕は次のお客さんを対応しないと。まだ何か食べたかったらいつでも注文してくれ。 Okay, so we can actually maybe buy stuff from him? Lantern Rite Special. Well, there goes my money. おかえり。どう？記念の料理はなかなかだったでしょう。すごく美味しかったぞ。そう、去年もそんな感じだったわ。私たちの提案通りに広告を出してくれれば売り上げがもっと増えるはずなのに。まあいいわ。ほら、さっき言ったプレゼントよ。この小灯をあげるわ。おー、すごく綺麗な明かりだ。これってどうやって作るんだ？編み方は私もうまく説明できないわ。もし小灯に興味があるのなら軽妙に聞いてみるといいわ。彼は小灯と名称の塔の責任者よ。あのすごく大きい明かりもその人が担当しているのか？ええ、彼はその辺にいるだろうからすぐに見つかると思うわ。小灯を編んでショーにプレゼントしたら少しは喜んでくれるかも。早くケイミョンを探しに行こう。
Wait, why are there Fadui here? Oh, they're from the northern bank. Okay, that makes sense.このペースなら間に合うだろう。消灯の編み方？おや、君の格好この土地の人間じゃないね。自分で消灯を編みたいのか？消灯にはいろんなタイプがあるからな。一番簡単なものの作り方を教えてあげよう。ちょうどここに材料があるんだ。おっと、この材料はまず処理を施す必要があったな。まずはこれで試しに作ってみてくれ。Oh, yo, what is this? Obtained from harvestable ores, found on geofish hatchlings and it's a new drop! Stonehide lava trolls. Hill troll type enemies. Fadui elites. Are these... I guess they're just event materials, so...Obtained from harvestable plants. It floats away carrying beautiful wishes. あ、頭がこんがらがるぞ。こんなに複雑だなんて。はじめは難しいかもしれないが、数をこなせば慣れるさ。君たちのように。消灯の編み方を覚えたいという人はもうそう多くない。あの超巨大な名称の塔もこうやって編んで作ったのか。あれか、あれも編んだと言えるだろう。だが一人ではなく、リーウェにいる全てのものが一緒に編んだんだ。リーウェにいる全てのものが。君も知っているだろう、小一の商店がこの妙章の塔を建設するためにここに集まっているの。なるほど、妙章の塔は毎回商店の力を借りて作られてるのか。これは怪盗祭の伝統だ。必要な費用は主に総務士からの寄付金だが、材料やその他もろもろは全て一般の人々が寄付したものだ。あ、この前の女の子、自分のぬいぐるみを寄付してたよな。ぬいぐるみも名称の塔の建設に使えるのか。それは、怪盗祭は大きな祭りだ。みんなが名称の塔の建設に参加したいのなら、何を寄付したとしても基本すべて受け取るようにしている。思いが込められているからな。何せ盛大な祭りだ。参加することで祝福を受けたいという人もいるだろう。おっと、君たちは怪盗祭を楽しみに来たのだろう。引き止めてすまないね。また消灯を編みたくなったら私のところに来てくれ。怪盗祭を楽しんでくれよ。 Thank you。 建設用の材料は、これは足りてるな。あとこれは、 Oh, he seems a bit busy. Report back. Okay. Oh, it's her.Know more about the Lantern Rite traditions? What is the Mingxia Lantern for? どう？ケイミョウは見つかった？見つけたぞ！消灯の作り方も教えてくれた！複雑すぎて全部覚えられなかったけど。大丈夫よ。覚えきれなかったらまたケイミョウに消灯の作り方を聞きに行けばいいわ。よし、私はそろそろ仕事に行かなきゃ。怪盗祭を楽しんでね。ありがとう。Thank you. That is it for the Lantern Rite Part 1. We've only just begun. Teleport waypoint unlocked. We have two. Ah, okay. That's pretty cool.